大塚桃子です。19歳で学生をしながら今はずっとモデルの活動をしています。稲村香奈です。22歳です。バイスで編集をしています。いろんな格闘技をミックスした集合体が総合格闘技。左足でジャブ、ほんとピョコンってだけでいいんですよ。ボクサーの体とモデルの体って全然真逆なので、ガチでやってください。スタート。ですから空手の場合はもともとその殺し合いの中で生まれた技が多分いっぱい含まれているので、何でもありの MMA にすごく応用しやすい。インパクトが大事だから、バンバンバンって感じ。出しました出しましたじゃなくて、出して当たるの意識。パン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 。 MMA 用の打撃ってまだ確立されてなくて、 MMA の歴史がそんなになく、まあ、そこにはまあ選手たちは、プラスしていく。いや、ボクシングやる、ね、キックボクシングやる、ムエタイやる、あとは空手やる。まあ、そこをどういうふうに自分のものにしていくかによってファイトスタイルがやっぱ変わります。下吹きしすぎ、顔、前足使う、前足、そう、まあ、その選手によってやっぱパターンが違いますよね。やっぱそこが突出して打撃が強ければ、それにやっぱりそれをうまく使った戦い方があるし、アベレージでトータルバランスで勝っていくっていう選手もいますので、そういうまあ両方のタイプがあると思います。お腹、顔、お腹、顔、そうそうそう、回って回って回って、そう、逆回りもあるよ。こうやって出すだけダメ、見て、こうやって出す、出すじゃない、パン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 、切り、行かなきゃ。ボクシングとキックボクシング、ムエタイの違いは、まあボクシングはボクシング、両拳だけで、やっぱキックボクシング、ムエタイは、まあ、蹴りもある、ね、肘もある、ね、膝もあるっていう部分で言うと、やっぱ使えるものが違ってくるので、やっぱ距離感も違ってくるし、自分が打ち出すものも技もかかってくるので全く違うものだと思います。ただこうボクシングをやることによって、その動きだとか打ち込むタイミングだとかを測りやすい、そういうのを勉強するにはやっぱボクシングすごいいいと思います。ババン、そうそう、右が強いからね、左意識して、まあ、今回ね、そのボクシングをやる、ね、高野選手にね習うということは何を目的とするかというと、やっぱ体の使い方、ボクシングでの体の使い方、パンチの出し方、そういうものをやることによって、自分がキックボクシングした時に、あ、距離が違うなとか、自分が MMA した時に、あ、ここは違うな、空手やった時に、あ、こういうのは違うなっていう違いが分かるってことが大事です。そのためにもやっぱりボクシングやってもらいたい。あとはまあボクサーでもありモデルでもあると、そういうまあプロのね、あの気持ちというか、そういうのもあのモデルのね、桃子ちゃんがどういうふうにこう自分の中でこうそれを見て、あ、自分もこうしなきゃいけない、あ、こうしなきゃいけないって思うことがすごく自分の経験になるんじゃないかなと思って、今回行ってもらいたいと思います。こんにちは。こんにちは。東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、高野智美です。綺麗ですね。綺麗。すごい綺麗。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに今日はどういうふうなことをすればよろしいでしょうか。なんか総合格闘技やる上で打撃が必要だっていうことなので、うんうん、あのボクシングのテクニックとか教えていただけるとありがたいです。じゃあ一緒にやっていきましょう。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。格闘技の世界に中学校から入って、あのキックボクシングをやってたんですけど、試合を誰かの試合を見るとか自分がやってるだけで人に全く興味がなかったんですけど、友人の紹介で後楽園ホールに行ったのがきっかけでボクシングだったんですけど、それを初めて見てすごくピュアなものに映っていて、自分もこのリングで戦いたいなと思ったのがきっかけです。それではボクシングやっていきたいと思います。はい。右利きですか皆さん。右です。右でしたら右足を少し後ろの方に、これが普通のボクシングの構えになります。はい。でガードを必ず右やって、左足でジャブ、左足でジャブ、
これが基本のジャブになります。ジャブ、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 ジャブ。引く力をもうちょっと強く。はい。ジャブ、ジャブ、ジャブ。これボクシングはもう基本これ入ったら、はい、ずっと3ヶ月、6ヶ月ぐらいはずっとジャブしか教えてもらえないので。へー。そうなんですよ。なのでこれが本当に基本の一番最初の大事なものだと思うので、はい、なぜジャブをやるかというと相手が入ってこれないように背が低い人は中に入ろうとするじゃないですか、はい、でこう中にファイターのようにこう入るじゃないですか、うん、でその時にジャブを出されたらいけないですよね。どうやっても次足を意識してやってみましょう、はい、足から出す、足から出す、足から出す、それに手を加える。でジャブっていうのは腕だけじゃなくて腰から打つものなのでピョンピョン、お尻に尻尾がついてると思ってバンバンってこう当てるような感じ。そのイメージで腰からやるとものすごい自分の体 の体重が全部ジャブに乗るので相手にもすごく打撃がすごく強くなります。腰から腰から腰から、うん、ワンツーやってみましょうか。左右左右で右の時に右足を腰から回転、腰からここに棒を串刺しにされてるような感じ、はい、手足が串刺しに刺さって手足だけこういけるような、うん、重心はまっすぐ、まあいいですね。腰から体はまっすぐで腕だけ回します。腕だけ回して腰も回して、でその時に左足、右向いてる時は左足上げて、で反対側の時は右足上げて、このまま回して、で腕だんだんつけてって、これ肩回しですね。でこの状態のまんまガードを右手やっていただいて、左、これフックになります。そう、足を少しこう上げるだけでパワーが全然2倍ぐらいになるので、うん、そこを意識してみてください。はい、はい、あ、いいですね。焦らず焦らず、はい、フック、フック、うん、強い強い。それは続けていきましょう。ワン、ツー、スリー、ジャブ、ストレート、フック、はい、ワン、ツー、スリー、その場でいいです。いい、左、右、はい、はい、左、右、ワン、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、すごいすごいです。彼女すごい、やったー。ファイター系、本当にファイター系。大塚さんはリーチがすごく長くて右の時がすごい伸びてるので、あ、すごいいいストレート打つなと思いました。稲村さんの場合はブレない、重心がブレないのでそのまんまの状態でファイタータイプ。多分彼女大塚さんの場合はフットワークを使ってアウトボクシングな感覚ですかね。2人をまた分けるとしたら3秒前に1、はい、連打連打連打、10秒連打して、連打連打連打、はい、 OK。 やばい、スタミナがないんですね。ともみさんもモデルされてるんですよね。一応やらせてはいただいてるんですけど、背が高いんで。でも背いくつですか？私67ぐらいです。きれい。モデルっていうかタレント、ミスコンで世界77カ国のミスの女の子たちと1ヶ月半共同生活して、ミスコンの活動をしたりとか貧困なところに行ったりとか私たちが行ったりとかすることによって、そこで地域が盛り上がったり、そういう活動は何度かしたことがあります。世界大会っていうんですか、それを5回ほど経験させていただいて、ミスジャパンとかをやらせていただきました。ボクシングの方に今集中型なので、試合も結構こまめにあったりとかするので、その時は練習に集中しても痛くてもテーピングして、で顔の怪我とかはもう絶えないじゃないですか。今もちょっとあるんですけど、今入るの DV の、はい、それと一緒にいるんじゃないかみたいな、本当結構訳ありな状態に見られてるので、それが嫌だ。ボクサーの体とモデルの体って全然真逆なので、モデルでファッションショーで例えば1週間後に
あのファッションショーがありますって言われて体重を落とすのはすごい簡単なんですよ。でもそれは食べなければ誰だって落ちるじゃないですか、うんですね、でもビヨーンってなんかしぼんじゃう健康的な痩せ方じゃないんですよね、うん、しかもスタミナも全然つかないし、うん、だけどボクシングの減量とかはあの体力をつけた状態で落としていくのでそれもまた逆、体重は落ちるけれどもスタミナがなくなったらやっぱダメだしっていうので、うん、食べ物が一番基本だと思うので、うん、モデルもそうだと思うんですけど、食事が一番あの人間の体作ってると思うので、うん、無駄なものとか無駄なこととか一切しないように自分がいかに効率よく、今情報社会だからいろんなものが全部携帯で分かるじゃないですか、うんうん、それで自分で何がいいのかを自分で編み出した方がいいと思います。パーリングを2人で、あのボクシング相手がいないとできないスポーツなので中でお互いにやってみましょう。押さえる、うん、でちょっとずらしてもらって、うん、あれってなる時があるんです。その時がチャンス。こっちがね、こっち側がね、して軽く触れるだけで、うん、もう本当ピョコンってだけでいいんですよ。うんうん、そうそうそう、かわし方うまい。でジャブもすごいまっすぐ出してつけて、あのガチでやってください。はい。はい、スタート。お願いします。お願いします。うん、動きながら動きながら足使って。うん、そうそう、全然もっと初めてっていうのであのできないかなと思ったんですけど、飲み込みも早いですし、じゃあパッパッパッってこう1時間ぐらいで全部できてたので、すごい上達、すごい早いと思いました。はい、 OK、 ありがとうございました。あのとりあえず注意点を言うと、はい、ガードが、左のガードがすごい下がってるのであのこのまんまの状態ですごくいいんだけど、もしも彼女すごいリーチが長いから、はい、こっち左側気をつけないといけないのと、はい、ま、重たいから仕方ないんだけど、あとワンツーで重心はすごいまっすぐでワンツーでできてるんだけど、このまんまで一瞬止まっちゃってるんだよね。ワンツーで引かないと、であなたはすごくあのリーチを生かしながら、多分彼女すごい身長小さいじゃん、だから入ってこれないの、わかる？例えば私逆の立場だと考えてみてください。私が例えばこうやってジャブジャブってこうやってやられて、なんか入れなくない？入れないです。もしも自分のこの感覚、リーチとかを活かしたいんだったら、自分よりも身長高い人と一回やってみて、うん、どうやってかわせばいいんだろう、あ、ここできるなっていうのをやってみたらすごいいいと思います。うん、なるほど。ありがとうございます。OK! 終了。お疲れ様でした。ね、分かりやすかった。でお互い苦手だったフックとかが、うん、こうやってやればいいんだって、その体が覚えてくれた気がちょっとした、うん、なんかいつもはその細かいことをせずに、もうすぐ、まあ、とりあえずスパーリングで向き合ってしてみたいな、とりあえずやらなきゃ分かんないみたいな感じだから、うん、その細かいところをこう足をここで出してとか、こう軸をぶらさないようにとか、ちゃんとした基礎をしっかり習えたから活かせるなって思いました。本当にいろいろな教え方があるから、いろいろ自分がどれがいいのかなっていうのをチョイスしていただいて、自分の中で選んでいったらいいと思います、はい、指先の向きを確認しながら今前ですね、はい、徐々に上向いていきます、はい、人差し指、小指、中指、親指、全部指が上を向きます。太極拳、太一とかああいう種類の稽古法で、まあどちらかというと筋肉を使うよりも、自分の意識だったりとか、自分の呼吸だったりとか、そういうものと自分の体の一致した状態を、まあ、確認するためにまずそれでやって、でその後、空手の技術の練習に入っています。で実際こう相手と向き合ってる時も、自分の体が今どういう状態かと、相手に攻撃されてどういうふうになってるかってことを把握しておくのは大事なんですけど、まあ、パニックになってしまうんで、もう自分が何してるか分かんなくなるような状態がすごく多くなるので、それをさせまずしないためにも、まずはちゃんと自分の状態を把握するというためにやっています。考えちゃうとね、おかしくなっちゃう。はい、押していく、歩いて、1、2、3、敷いていくよ、はい、1、2、3、これだけでいい。ですから空手はもともとその護身術というか、あの実際のその、まあ、あの言い方悪いけど、その殺し合いの中で生まれた技が多分いっぱい含まれているので、そうすると何でもありの MMA にすごく応用しやすいっていうのがあったので取り入れてやってます。はい、はい、
はい、足換えてちょっと速くなりますよ、いきます。だから着地した時に攻撃できるようなバランスを作ってくれます。はい、いきます。はい、ワン、こういう状態で構えて、ちょっとパンチと蹴りで軽く動いてみてください、はい、この距離にはならないですよね、絶対。だから片方は必ずくっついちゃいますよね、こうやって。だけど先ほどやった応用で組んできて、この手がもしこっちにあって、ここにかけて、で左足を引けば、ギュッと引けば、この膝蹴りが出れますね、出ます。うん、だからこう差し合いの中でこっちに返せば膝蹴りも入るし、ローキックも蹴れるし、顔面蹴ったりもできると、うん、こういうその手の動きは、あの空手ですから、手の動きがいっぱいあるので、あのいろいろ応用、 MMA に応用が効くところがありますね。膝をポン。いや、非常にあの教えやすかったし、あの吸収が早かったですね。2人ともまあ結構あの柔術とかは、まあ、だいぶ続けてると思うんですけど、空手の稽古ちょっと多分初めてだったと思うんですけど、あの見て真似するというのは非常に大事なんですけど、まあ、普通の人はなかなかこうそれができないんですけど、2人ともパッと見た瞬間にすぐ真似してすぐやろうとしてたので、あのその姿勢がやっぱ一番素晴らしいと思いますね。でその頭で分かって、分かんないから動けないってやってしまうよりは、とにかく見てすぐやると、あの日本の武道の言葉で、技は学ぶものになって盗むものだという言葉がありますけど、まさにその状態だったと思います。そう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 、うまいうまいうまい、そう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 、ボクシング、キックボクシング、ムエタイ、ね、空手、そういうものをどういうふうにミックスし、どういうふうに自分の MMA のストライキングにしていくかによって違いますね。例えばレスラーだったら、ね、やっぱりパンチで倒さなくてもいいわけです。テイクダウンしたいから、テイクダウンするためにパンチをしてテイクダウンする。自分が KO したいんだから、ね、しっかりこう当てに行く、その当てる、自分がどの手を開ける、どの蹴りを使うのかっていうのを選択していくんで、ボクシングのテクニックであり、まあ、空手のテクニックであり、キックボクシング、ムエタイ、その中で選べばいいと思いますね。やっぱり2人ともね、気持ちはしっかりありますよ。あの強くなるとかね、こう何かしたいとか、スパーリング見ると分かる通りね、全然最初より全然違うでしょ、うん、この上達はねすごく早いと思うので、もっともっとできると思います。来た、ワンツーワンツーワンツー、そうそうそう、ナイス、いいね。危ないよ、今ハイキック、左が落ちてるよ、ガード上げないと。タイム、ナイス。今回はボクシングと空手を初めて体験してみたんですけど、どうでしたか？まあ、全部打撃だけど、なんていうんだろう、高野さんもすごくね、分かりやすく教えてもらえたし、やっぱりその同じ職業もしてるっていうところで親近感も湧いたし、今はボクシングの方がやっぱり良かったです。だから自分がしたいこうスタイルに近かったから。やっぱり私は、空手がすごい楽しかったです。なんかボクシングももちろん楽しいんですけど、空手が今まで自分がやってたコンテンポラリーダンスっていうジャンルにすごい似てて、すごい想像力を使うっていうか、すごい自分にとっては懐かしくてやりやすかったですね。ダッシュ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 、寒かない寒かない寒かない。